島根県を流れる江の川下流では氾濫の恐れがありという情報が入ってまいりました。現在ご覧いただいています指定河川洪水予報、島根県を流れます江の川下流紫色の氾濫危険情報が発表されています。この後も増水した川や水路などに近づくと危険です。現在の状況についても雨雲の様子を確認していきます。現在島根県周辺では雨雲はかかっていますが、雨の強さとしてはそこまで活発な雨雲が流れ込んでいないような状況です。ただ江の川は広島から島根を流れる河川ということで、広島県内でも現在活発な雨雲が発生しています。この雨雲から降ってくる雨ですね、大雨となって川の水位も増水していきます。さあそして河川の様子、ライブカメラも見ていきたいと思います。茶色く濁った水が勢いよく流れ込んでいるのがわかります。流木なども流れている様子も見られていますでしょうか。自治体などからも発表されます避難情報にも注意していただき、この後も安全を最優先に行動するようにしてください。